<laughs> こんにちはみなさんお元気ですか日本語クラスですいえ、今日は愛のクラスかもしれません 大丈夫です私は病気じゃありませんよはいいつもと同じ何も変わりません今日はちょっと音楽から始めてみたそれだけですはいはい <laughs> 今日のテーマ今日はみんな大好き愛ラーズについて 話します私も話すけどちょっとアドバイスになるかなと思いますよ。相手ってどうしてこんなに難しいの <laughs> そうですみんなたくさんコメントをくれたなんかとっても困ってる <laughs> 特に男の人。 相手難しい楽しいはずなのになんでなんで分かんねえよ俺 <laughs> 大丈夫そんなに悲しい顔をしないでくださいあなたは一人じゃありません <laughs> 女の人も悩みますよそういいですね手をつなぐ うん、そこまで慣れたらいいけどうまくいく時もあればうまくいかない時もあるうん、うん、そうですねそれが愛ですねはいあ音楽終わっちゃったよ <laughs> <laughs> 先に私切ろうと思ったの、ね、に <laughs> はい終わっちゃいました音楽あちょうどメッセージ来ましたありがとうございますうん アゼルバイジャンのジョンです。アゼルバイジャン珍しいな。うん。先生、早く話を始めてください。そして音楽がうるさいです。あ、<laughs> すみませんでした。ちょっとやってみただけ。やりたかった。私楽しい。はい。じゃあ話に入ります。ジョンさんが少し怒っています。はい、ジョンさんのために始めようと思います。そう。 今日のテーマは「愛」ですはいそうそうそしてえー、そうポッドキャストだからスクリーンを見てもいいし見なくても大丈夫だと思いますはいでも時々ちょっとここ大事って時だけ見てくださいって私言いますでもまあラジオと思って大丈夫ですはい、えー、そして私は今お酒を飲んでいるいない 飲んでません。はい。いません。今こっち左手に水があります。はい。いつもと同じです。大丈夫です。アルコールは必要ありません。はい。じゃあ今日のテーマはですね。愛ですね。えー、それもあの <laughs> えーまあ、いろんな愛の困ったことありますがその中でも今日ののテーマは愛の言葉です、はい、特に、えー、日本の問題あるって前にお話をしました、はい、あそう愛はね動物だって多分困ってるいろいろ大変ですよ動物だってね。頑張ってます動物も私たち人間も。はいあの YouTube で前お話ししたんですけど、えー、日本人は愛してるって言わないですっていうのと、えー、もし見てない人はあのライブでありますので YouTube 見てください、はい、私のチャンネルの中のライブの方ね見てくださいありますよあとは、えー、つい最近ビデオ出しました、えー、日本人は女が強い今ね女の人がとても強くて 女がこう好き好き好き、私好きよって女から言って、男の人は待っている弱いというはいうさぎのウサギのような男の人が今増えているという話をこの、えー、肉食女子草食女子というビデオでしましたはい、えー、まだ見てない人はどうぞそしてねそのビデオの中であのー、強い女性と あまりこう自分から好きと言わ,言わない言うことできない女の人そして男の人もいますよという話をしましたよねはい、えー、これねさっきの前のビデオでどうぞ分かりますそしてうーん今日の話すことはそのまず日本人の人は、えー、と好きですとまあ愛してるはもちろん言わないし、えー、その人 と恋人人とになりたいパートナーになりたい時に一番いいのは「好きです」だけでいいんですよ。「好きです」だけ言えればもう100点なんですけどそれはあの「愛してるの」の、えー、ライブビデオで話しました。そうだけどそれも言うことできない。やっぱちょっと難しいみたい。じゃあ代わりにその言葉じゃない他の言葉で。 自分が好きですよというのが相手が分かってくれればもういいですよね100点ですよねで分かって「あ多分大丈夫この人も相手も私のこと好きだ」って分かったらその時「好き」って言えば多分あんまり恥ずかしくないから他の言言葉を言うこともいいですよねそうそういうことなので今日はその他の言い方 なんかないのかなって私は思ったそうそして私は調べましたよはい <laughs> 調べたの暇だな <laughs> 本当ですよね私が一番暇なんじゃないって,って <laughs> こんな音楽探してねそうですよえー <laughs> そそうそうまあ、えー、いいでしょう皆さんために探したんですね他に言い方ないのかなと思ってはい、あ、多分あるでしょうこうやって女の人が言われたら嬉しいとかあこの人私のこと好きなんだって分かる言葉あるはずですうんないかなと思っていろいろ探しましたうんあるんだけどなんかちょっと なんか弱いなと思いました。あの、普通のインターネットに書いてある言葉はなんか内容、ものによっては私はそれ好きって気がつかない。え、わかんないそれ好きだったのわかんなかったって思うような、すごい弱い言い方がとても多いですね。いっぱい紹介されてました、インターネットで。あ、これはダメだと。これはね、 YouTube でみんなに話してもこれみんな使えないよだめだよと思って私はもっと考えた誰かいい先輩いないかなもっといい先輩いないかなもっとこう分かりやすくす好きの言葉じゃない分かりやすいことでこう愛を言うことができる先輩いないかなって先輩誰かいないかなって私探していましたした。 いいです素敵です。先輩教えてください。はい。先輩に出てきてもらいます。じゃあ皆さん、ちょっと今だけスクリーンを見てください。先輩はこの人です。どうぞ。ドんン。<laughs> <laughs> えっ、て <laughs> 誰 <laughs> えちょっと待って。侍ですかって。<laughs> 腹切りとかね、思った人。 腹切りしますかと思った人いるかもね。違います。腹切りはしない。腹切りするのは侍です。この人は腹切りしません。はいえー、そしてもう今のこの今よしもう YouTube 変えよう。よし次の別の YouTube 探そうと思ってる人ちょっと待ってちょっと待って。ちょっ,って <laughs> ちょっと待って。アゼルバイジャンのジョンさんダメダメちょっと待って。まだ大丈夫ですよ。私はお酒を飲んでいませんよ。 そうですよあのねこの人は <laughs> <あ>の <laughs>、まあ、そうですね確かに今私の私の今隣に住んでいるお兄さんですじゃないですね違う違う確かに違うそうこれはですね私たちの日本人の大先輩ですはい、えー、いつですかこの人はですねこの先輩はだいたいまあ、200年かな <laughs> 250年前に日本に本当にいた先輩です。<laughs> 古ふふ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 のは古いってこと、ね、日本人言いますねいを言わないのねふふふふね。ふふふふふふんふふ <laughs> あのですね前のビデオで話した通り肉食女子草食女子という前のビデオで話した通り日本人の男の人たちはあの本当に今草食うさぎみたいなうさぎ男の子が多いです。ですがこの先輩こちらの素晴らしい先輩まあ200年ぐらい前の先輩はですねスーパー肉食です。 はいライオンです <laughs> ガ<ルー> <laughs> ライオン先輩です本当にいましたよ日本にもこういう人が皆さんだから日本人の男の人をねみんなダメだな日本の男はと思わないでくださいそんなことはありません日本人の男の人の DNADNA の中にもこの このライオンのような先輩の DNA がまだ残ってるはずです。ちょっとは多分。そう、えー。先輩はですね。あこれ一人しか今ないけど写真。はい。えー、ちょっと次の写真行きます。これドーン。これです。えー、これ先輩の住んでいた町です。<laughs> どこだよ。<laughs> どこですか。 そうですよね。ああもうわかんないよってねもう日本ですかってねこれ日本ですよ皆さんこれね東京よ大体ねあのこれ本当ですかねこれこれ本当ですよ本当のジャパンなんです。まあ200年から250年ぐらい前のジ,ジャパンです。はい、あ、えっ、ー、と場所は大体銀座。 東京の中の銀座、銀座という場所知ってますね。外国の人は旅行に来たとき買い物に行ったりします。銀座というのはすっごいハイブランド、高い店がいっぱいあります。ルイ・ヴィトンとか、えーとね、ルイ・ヴィトンしか出てこない、えっ、ー、と、エルメスとか、いろんな高いあの洋服とか、えー、靴とか、あとちょっと,、えー、と車の店もありますね。今はね、えー、とその 今の銀座のま二百五十年前がこれ。え <laughs> ここにいたえま二百五十年前の先輩たち、はい。えそれもですね大事なのは東京に住んでいた先輩たちです。はい。あのー、どこに住んでるっていうのが大事です。東京に住んでた二百五十年前の男の人たちはすごく。 強いすごい女の人が大好き <laughs> 大好きっていうか <laughs> 今も好きかえっ、ー、とすごくあの女の人にこうアプローチします「好きです好きです」みたいな「うんうんあなたいいですね」っていうのをすごく言います上手それも、はい、今の日本人と違います、はい、ですのでえっ、ー、とその250年前の先輩たち 男の人みんなでいいです東京の東京のみんな、うん、これ250年前はだいたい江戸と言います江戸ピリオド江戸時代はいで江戸時代のその250年前の、えー、代表の先輩がまあこの人であのこれは実は有名な絵ですはい描いた人もすごく有名なんですけど皆さんは別に覚えなくて大丈夫、はい、ですがこれですねあの よーく見るとこのやっぱり先輩かっこいいんですよ顔綺麗なんですこれ <laughs> 綺麗なんです <laughs> 本当に <laughs> 綺麗です綺麗なんですこれはハンサムですはい素敵ですかっこいいですえ頭もすっごい綺麗頭だってこれちゃんとあのヘアサロン行くんですよ行くんですよこの人たちももちろんはいお風呂も入るし毎日はい 入るんですよ日本はお風呂はちゃんとありますからね。そうで、えー、とこの着ているこれ着物じゃなくてこれはね何て言えばいいのかな浴衣浴衣んて言うかなんだろうな分かんない名前、まあ、今分かんないけど男の人のこういうのをね着てるこれでもおしゃれですよ結構かっこいいのこれ。で結構足も太くてすごい あのよく見えないけど多分手もしっかりしてますね多分筋肉マッソルボディービルダーじゃないけどすごい綺麗な体をしているはずですはいもう女の人から人気ですよすっごい人気上がりますよはいだからこういう250年前の先輩たちの、えー、言葉何と言って女の人に好きと言ったかというのを 先輩たちから教えてもらおうと思います。<laughs> 古すぎるよ。<laughs> 大丈夫大丈夫大丈夫です。確かにね昔の言葉のままだと使えないから、今使えるように私はあの書き換えたから大丈夫。トランスレートしてますから？ら翻訳してるから大丈夫です。そして私は本当にあのこれこれ使ったらあ結構いいと思うって思いました。 だだから本当に使ってみてみくださいあの皆さんね日本人の女の人に何て言えばいいか多分分かんないと思うんですよ。うんあんまり強く言っても駄目だし弱く弱すぎても何てあなた何言ってるか分かんない私のこと好きなのえどっちよく分かんない友達ってねはっきり 言い過ぎてもやっぱりダメなので日本人の女の人はねそうびっくりしちゃうんですよ、うん、だからそのちょうどいい言い方をえ私はさあの今日五つ五個五つもですよ皆さんすごいでしょ皆さん五つも新しいアイテムを今日知ることができますどれか使ってみてくださいはい きっと使えるよみんな大丈夫よそしてこれを聞いている優しい女の人たちありがとうございます皆さんちょっと私と同じ、えー、目線立場で、えー、あこれ言われたら嬉しいなとかあこれはちょっとやめた方がいいと思うとかきっと意見があると思うのでちょっと一緒に聞いて考えてくださいうん面白いと思いますはい行きますよじゃあえー、とね5つあるんだけどああ あの5つあるんだけどその全部えっ、ー、と言い方はこの強い男の人の言い方ですからね肉食系男子の、えー、とてもでもおしゃれなかっこいい言い方かな多分うんと思います時々ちょっと面白いけど <laughs> はいいきましょうじゃあ、えー、それ5つでえっ、ー、とね 1>, 1位が1位が多分一番言うのは難しいかもしれないよっていうのなんか5位は一番言いやすいはずはいいきましょう何、えー、というこれちゃんと大丈夫今の日本語にしました私トランスレートしたはい準備はいいですかあ o u ready? オッケーねじゃあいきますよ、えー、私もいやじゃあ読みます5番目はこれ女の人にそこに目の前に女の人がいる時ね そうその人に言ってくださいこれいきますはいいきましょうこれを言う、うんうん、はい、うん、どうぞこれドンあその人は田中さんって名前です女の人はねいきます田中さんって本当に綺麗な顔してるよね誰からも気に入られるでしょうカットこれですはいその 相手の名前を呼んでくださいね「田中さんってさ」とか「そうそうそう」「雪ちゃんってさ」とかね名前言って言ってあげて大事なのはまず「あなたは本当に綺麗な顔ですね」っていうのねそうそうそう可愛い顔でもいいですよでもね可愛いはね時々 私可愛いじゃなくて綺麗って言われた方が嬉しいっていう女の人います本当に可愛いはちょっとね子供っぽいっていうイメージがあるからそうそうだから綺麗がいいと思う <laughs> 私もそう私も可愛いって言われるとえなんかえ私そんな子供じゃないしって思うから綺麗がいいなうんこれ誰でも使って OK だと思う誰にでも使って OK 若い女の人でもおばさんでも大丈夫綺麗だったらみんな喜びます でこれは本当にあの恥ずかしそうに言わないでくださいね。本当に心から思ってるという顔で言いますその人にその人に対して田中さんにという女の人に対して言って「田中さんって本当に綺麗な顔してるよね」「あなたはさ誰からも気に入られるでしょ?」「みんなあなたのこと好きって言うでしょ?」っていう意味です。 いいですね。これ言われたら結構嬉しいよ。おう多分ねでもねあっこれ言われたら私田中さんだったら「えあんえんそんなことないよみんなそんなふうに言わないしみんなが私のこと好きなわけないじゃん」とか言いますけど田中さんすっごい嬉しいですよ心の中で。うん、<laughs> 私綺麗なのって <laughs> そうなります。ですので是非これは言えると思う。 えっとちょっとなんですか普通に話してる時にも言える大丈夫大丈夫うん言えるだけどえっ、ー、とですねこう私の経験で言うと私これこれに似たようなことを言われたことがあるんですけど若い時若い時ね <laughs> そうわ <laughs>、ね、かんなかったねこれはえー、好きの意味なのかなただ褒めてるのかなと思ったしちょっと私もわかんなかったけどでも 250年前の先輩はこれを使ってたんですねちなみに、えー、先輩の言い方を読みましょうか250年前の日本語 <laughs> でね先輩たちは250年前の先輩はねあのこう結構んですかねちょっと恥ずかしがりながらもでもはっきり意見を言うタイプですねそうちょっと私読めるかなじゃあ言いますね女の人に「いいいただくせん うっくつな顔して「猫もシャクシも客も取るでしょうや」「<laughs> 何?」ってこのね「猫もシャクシも」っていうのはねあの何でもってこと猫からも好かれるし物からも好かれる例えばコップとか何でもお客さんはもちろん物も何でもあなたのことを好きでしょって言ってるすっごい褒めてましたよねそう だからそんなに言ったらちょっと今の女の人はびっくりしちゃうけど、えー、昔の先輩たちは褒めるのが上手なんですねそうそうそうこれ使ってほしいこれいけます皆さんできる頑張ってはいじゃあ4番目いきましょう4番目なんだっけな私メモしてないからね覚えてないなんで、ね、<laughs> なんだっけなえっとじゃあいきましょうか皆さんメモを準備してくださいじゃ <laughs> 読みますいきますどうぞ4番はこれドゥルン「俺が釣った魚食べに来ないか?」です <laughs> <laughs> なんだこれは <laughs> 魚か <laughs> まずさっきの先輩を思い出してくださいね <laughs> 先輩, <laughs> 先,輩先輩魚釣りに行きそうだよね えっとね、これこれはですね実はすごい日本の文化にちょっと関係があってあの東京ってあ東京の先輩でしょこれ東京って海があ,あるし魚釣れるしそして日本の魚おいしいし、はい、でその中でも、あのー、カツオっていう魚があるんですよ。 マグロとかみんな知ってるマグロとかじゃなくてあのカツオっていう魚があってあれはあ,のある季節にしか取れないでうんそのと今年の最初のカツオっていうのがすごいおいしいと、うん、カツオのシーズンが始まっただと女の人はすっごい食べたいんですね。 あ,あ食べたいわー今年もカツオが取れる時になったわねーとか言って誰か食べさせてくれないかなーとか言ってそ,うでそれであの男の人が自分で魚を釣ってきてそれをそれをですね餌にするんですね餌「うん俺釣ったよ」食べたいかって食べたかったらうちに来い <laughs> そういうの。 すごいこうびっくりして私でもこれね女の人すごい行くらしいです家に「え本当に魚釣ったの行く行く食べに行く」って「女は軽いですね食べ物ですぐ釣られますはいこれは今もでしょ今もなんかおいしいもの食べに行かない?」って言われてお腹空いてたら「うん行く?」って言いますよ女の人。 やっぱり200年前も今も変わらない。はい、あ。食べ物だ。男の人たち。皆さん、食べ物大事よ。食べ物で女の人を釣ってください。釣る、釣るです。魚を釣ると同じ。フィッシングです、もう本当に。そう。言いますよ、そうやってねあの。女を釣るって悪い言い方だけど、言う、言う。うん だからみんなの場合は別に魚釣らなくていいからここを変えて、えー「あなたの好きなもの食べに行かない?」でいいと思います。それだったら使えるはいオッケーあのー 私も言われたことあるしそれで断ることまあまあ嫌だったら断るけどその人あんまり好きじゃなかったら断るけどでもあおうんうん食事だけだったらいいやって思って行くはい、あ、大丈夫だからえー、あまりこう深く考えすぎないで誘えばいいですこれで。何か食べたいものあるでしょ一緒に食べに行かない それで OK お腹空すいたでしょ一緒に行かない ?OK ですそうしてくださいはい大丈夫ですでもう一緒に行ってくれたらもういいじゃないですか皆さんの勝ちですよ行ったらもういろいろこう話す時間があるうん自分の話もできるし相手の話も聞けるしいいじゃないですかそうだからまずは一緒に出かけるどこかに行くっていうのをやってみる はいいいオッケーそれで,いいですねただこれ400年前まあほんとすごいこれは素晴らしいこの誘うための言い方だったらしいですよはい200年前か200年前読みます「カツ食わねえかこれです <laughs> カツ食わねえかこんな言い方本当にこんな言い方してたみたい「食わねえか?」 食わねえっ男の人の言い方食うってね今も言いますけどねそう食わねえかうんうん食う食う食べる行く行くってなるんですよ女は軽いなそうじゃあ次いきましょう3番もう3番だ3番だ三番なんだっけな私ももう忘れちゃったなんだっけ、えー、じゃあいきましょう皆さん行きます3番はこれゥルン 俺の家に俺の手作りそば食べに来ないかです <laughs> 手作りそばそばそばだ今度はそばだとまた食べ物はい。それも自分で作ったおお。200年前の言い方読みますいい俺のところへ手打ちそば食いに来ないか <laughs> 言いそうだな本当に江戸の人言いそうあのね250年前のこう東京に住んでた男の人たちってあのねまず話すのが早いそうブラブラと喋るのとあといっぱい冗談を言うそうですジョークが大好きジョークが上手うんだから笑わせるの上手なんですね明明るるいいいですよね明るい人多いの であとねすぐ,すぐ怒るらしいですすすぐ切れる <laughs> すぐ怒る怒んだけど誰か困ってる人がいると本当に自分のお金全部あげちゃう人本当にすごいですよねそういう人多かったそういう人たちが言う言葉だから「俺の手作りそばうちで食べないか?」って言ってなんかわかるじゃないなんかお兄さんっぽいですよねなんか作って「ほらできたよ」 食べなって,って食べさせてあげるでも日本人の人今知ってる人今聞いててえっと思った人いますよねえ日本人って男の人あんまり料理しないんじゃないそうほんとそうですよねしかしこの先輩たち200年前の先輩たちはですね素晴らしいです「料理ができるのは当たり前当然」だそうですそれも 奥さんに料理を作ってあげる。うん。男が作ってあげる。っていうのがすごい普通だったらしいです。で、なぜかって <laughs>、まあ自分で食べたいからっていうのもあるけど <laughs>、女の人をね <laughs>、やっぱり彼女にしたい、結婚したい、いい女の人と結婚したいから、すっごい頑張るんだって、男の人が。うんあの。料理ぐらいできないと。 いい,いい人と結婚できないから俺は頑張るって言ってそれでもうすごい頑張りすぎですよねそば作るんですから自分ですごくないですか私作れないでしょそば自分で無理よ普通作んないよ今日本人家でそば無理無理、まあ、やれるけどはいでも大変ですよおいしく作れないしそうだけど昔はねカップラーメン あのカップカップラーメンインスタントラーメンなありませんからもちろんやっぱり自分で作るっていうのが多分普通にあったお店もあったはずなんですけどそばってあの日本のそばって歴史が長いのでもうね多分200年前にはもうそば屋さん店はあったはずです多分っていうか、うん、あったなはい枝見たことありあったけど食べに行こうじゃなくて俺が作る。 俺が家で自分で作るからそれ食べに来て一緒に食べようっていうことですね。あらーと思ってこれはねなかなかいいですね悪くないですよ。これだって今でもさあの,あの今みんなこれ使わなくていいけどこれ手作りそばじゃなくていいんですよ。帰ればいいのこう手作りそばじゃない自分のなんかよくできる料理でいいですよ。 ああまあ、韓国の人だったらなんか韓国料理そうそうそうに変える別の名前にするうんってえー、とあとピ手作りのピザとかも嬉しいねピザあ,あすごいなってえ美、ー、味しそうお今,今ちょっとイメージしただけでも私行きたいって思うはあ、い行きたい行きたいうん美味しそうって思いました今ピザもいいし。 えとみんなの国のねなんだ今今韓国のビビンバぐらいしか今思いつかないですねえー、何がいいんだろう,もうスパゲッティでもいいけどでもなんかちょっとスパゲッティ作るの簡単だからななんかちょっと作るの難しいみんなの国の特別な料理でいいんじゃないですかここれれれ嬉嬉ししいいいいいいよ日本人嬉しいえ何それそ食食べべたたとない食べに行きたいいいの ついついっていいのなるなるなる OK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 、OK OK OK OK、はあ、やってみてくださいみんなの国の特別なものねいいですねこれね先輩だから偉いでしょこれ日本人の男はこれ今の男こんなこと言わないね行ってもやっぱ一緒に食べに行こうぐらいねあの手作りそばじゃなくてそばを食べに行きませんか あの店おいしいらしいから行ったことないんです一緒に行きませんかだな多分言うことできてそれだねだけどこれいいよね手作りそば自分で作って手作りそばだからあんまりたくさんたくさんはないね何人も友達呼んだらなくなっちゃうからでも大丈夫あなたと僕の分はあるからいいですよ来て。 いいじゃない <laughs> いいと思いますこれ。で別にこれもあの友達でも大丈夫はいこれあの失敗しても大丈夫ですよあの。女の人がみんなのこと好きじゃなくても食べ物食べたいって思ってます女の人はねそうだから来てくれると思いますはいこれもおすすめいいと思いますはい先輩ありがとうございます。 じゃ、あ次2番。2番なんだっけな？全部忘れてる。<laughs> 行きましょう。でもちょっとずつ難しいんでしょうね。2番はね。行きますよ。2番なんだっけ？行きましょう。はい、ドゥドゥン。実は？田中さんのことばっかり考えてるんですよ。おお、すごい！これです。そうだった。これだった。<laughs> 甘いですねこれはね甘いあ私のことばっかり考えてるのもうこれはもう私のこと好きなんだって分かりますねうんだから2番でした私そうだそうだうんそうねすごいいいないいですよこれは。 ああちなみに日本語の問題でこの「ばっかり」っていうのはね「ばかり」のことですよ。何々のことばかり。それだけってことね。だからあなたのことだけいつもいつも考えてます。私病気かもしれない。もうやだ。辛いです。っていうこと。仕事ができないです。田中さんのことが頭でいっぱいだから。そういう意味。うん。これはレベルが高いね。 <laughs> しかしですねこれ実はですね私は経験がありますはいえっって思ったでしょほんとかよ先生嘘だろうってね <laughs> 私これ言われたことがある、うん、言われたことがあるねえー、残念ですがそれは日本人じゃない <laughs> そう日本人からじゃないけどこれ私はねあのチャットで言われたことがありますねはいえー それ,もそれはねねもっとレベル高かった、ね、あの朝から晩まで君のことをばっかり考えてるよっていうことでしたすごっと思って私としてはもうなんか「え嬉しい」じゃなくてもうその言葉にもうびっくりして「ええ何何小説 <laughs> 作家ですか?」 <laughs> エッセー書いてますって <laughs> なんかちょっとびっくりしたぐらい「へーってあこういうロマンチックなことを書く人が世界にいるんだなと思ってあの「はあ」ってちょっとは勉強になりましたその時ね。うんそうですねだから日本人からは私は聞いたことないけどまあ、えっと、付き合い始めたもう恋人になってたら OK。 あありますありまますす言,言ってもいいけどこれ200年前の先輩は恋人になる前に言いますからねこれすごいでしょ先輩かっこいいよすごいよ先輩やっぱりいやーすごいねーいやーすごい全然違うな今とはいだからあの「実は」っていうのがいいですよね言う時ね「実はー」そうすぐに言っちゃだめね 俺田中さんのことばっかり考えてるんです」じゃなくて「実は」なんかちょっと元気ないみたいななんか「え悩みでもあるのどうしたの元気ないよ今日あんまり喋らないね静かだね」とか言って聞いたらその田中さんが聞くのねその人にそしたらこの男の人が田中さんに言うっていや実は田中さんのことばっかり考えてるんですよ 元気ないとかじゃないっすとか言って <laughs> いいね <laughs> こんな感じですよはいこれはやばいですねこれはねこれはやばいだ、うん、私はこれ日本人に言われたらちょっとどけえびっくり、うん、うわ好きだったの私のことって思いますねはい ですので、あのー、<laughs> みんなも使ってみてください。<laughs> みんなこれいけるんじゃない？日本人じゃない人言？人いえ言いやすいんじゃない？多分ちょっと冗談みたいに言ってもいいかもね。笑いながらね。へ、えー、みたいな <laughs> いや。大丈夫。元気だよ。とかね。いや、今日はほんとさ。なんか君のことばっかり考えてんだよとか言ってそう。いいじゃない。いいじゃないですか。うん、いいね。 いいですね私も今いろいろイメージをしてしまいましたいいなちなみに、えー、ちなみにというのはちょっとプラスの情報を言いますっていう時に言いますちなみに200年前の先輩はこう言います実を言うとあなたにくびっとけなんですよ <laughs> なんかほらって。 先輩はこう「ラ」って「ラリロレロ」って喋るらしいですね200年前の先輩はね「ラリロレロ」イタリア語みたい、はいえー、これ先輩もっとすごいですからね今より私これ翻訳したんですねあなたのことばかり考えています翻訳先輩たちはもっともっとすごい言い方してるから「首だけ」っていう言葉なんですけどすごいのが首だけって皆さんの首あるでしょ首ネック首から足の下まで 全部が皆さんが、えー、例えばじゃあプールに入った水の下に入ったプールねプールに入ったら頭だけ出ますよね顔はいえー、と周りは水ですでもそれが水じゃなくて田中さんです <laughs> 全部田中さん <laughs> 私は田中さんの中に入っていますってこと顔だけちょっと今出てて 息はできる、ブレスできるけど、首から下は全部、全部私の体は、田中さんの中に入ってるんですっていう意味、すごいでしょう。やばいですよね。熱いね、甘いですね、言葉が熱いし、甘い、甘すぎる。そう だから、えー、この首ビッタって言葉、今もあるけど、日本語であるけど、あなたに首ビッタなんですとか言えば、ちょっと今は言えないね。今言ったらもう笑われます。何言ってんのあんた冗談でしょ <laughs> 何が首ビッタなの何それ、映画のタイトルとか言われる。だから、もっと簡単にあの、あなたのことだけ考えてるんですって言えば OK。OK です。100点です。いや120点。OK。はい、あ。じゃあ次。 来ましたドゥドゥン来た1位だ言いますよじゃあはいこれは私覚えてるうん <laughs> 1位だからみんなこれ使えるかなでもねこれ付き合ってないのにこれを言いますよ先輩たちはこれから言う1位はまだ付き合ってないんだよ恋人じゃないんだよまあでも家に遊びに来てくれたのかな その女の女人が多分,それいや分かんないですそこまでは詳しくは分かんないんですよ200年前だしねでもこれを言います先輩たちはこれすごいな強いないきますよドゥドゥンこれ僕が朝ごはんを作りますよですよで <laughs> <laughs> 先輩 マジで <laughs> これびっくりした私読んだ時 <laughs> ええー、まあ朝ごはんどういうこと <laughs> なんで <laughs> これすごい意味が深すぎますよねなんで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 朝,朝ごはんってことはさ朝一緒にいるの <laughs> なんで朝一緒にいるの <laughs> まだ私たち恋人じゃないよ 付き合ってないよ。な,なん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 、な,な,なんで、なん、ななん、なん、なで、あなたが私の朝ごはんを作ってくれるの。<laughs> すっごいびっくりしました、これ、本当に。大丈夫、僕が朝ごはんを作りますよ。何が、何が大丈夫。<laughs> まあ、これ、本当に、これね、これ、インターネットに書いてあった通りなんですよ、これ。何々ますよ、敬語なんですよ。 ななんんで敬語なんだよと思って私びっくりしたえ朝ごはんを作るよ作るよと友達に話すみたいな言い方じゃなくて敬語敬語ってことはえー、これはね2つ考えられて1つはえっ、ー、とすごく真剣に話してる「シリアス」「シリアス」「冗談じゃなくて本気で言ってる場合今までは えーと敬語使わないで友達みたいに話してたのに急にこの話になったら敬語になった場合は本気なんですね日本人は。前のビデオで言った通えお、ー、り「あなたが好き」っていうのも「好き」じゃなくて「好きです」「付き合ってください」「好きです」敬語を使うことは多いんですよ。それはすごく真剣に話してるっていうサインです。 そうだから「えこれもだ」と思ってだからこれも真剣に話しているのかもしれないだから敬語作りますよって言 <laughs> ってるのかもしれない私は本気です冗談ではありませんジョークじゃないよって言ってるのかもう一つはもう一つの可能性はえっと相手のことは全然まだ知らない友達でもないよく知らないけど 多分まだ1回とか2回ぐらいしか会ったことないのにな,くないから <laughs> まだ敬語で話してるんですね2人は。でその時に「私あなたのこと好きです」って言うその代わりにこ,のこれを言う「あ,あ田中さんこんにちは元気ですか?」「あの今日も天気がいいですよね?うーん」っていろいろ喋ってて「ああのそろそろ。 結婚とか考「えてますかとかと言ってえいや私はまだ若いから結婚はまだ考えてないです」あんとあの僕だったら僕が朝ごはんを作りますよ」っていう「えっ?」て急に「<laughs> え朝ごはん」っ <laughs> てこういうこういうコンバセーションこういう会話を。 えっ、ーはいえー、と200年前の先輩たちはあのー、この人いいなこの人好きだ結婚したいと思ったらゆっくりしません早いですもうすぐに私は好きだ好きだ好きだ結婚してくれ好きだ好きだ他の男はダメだ俺が一番だ好きだ好きだ,好きだ君が一番いいこう強く前へ前へ,前へ前へ前へですよ強い強い強いだから。 あのでダ,メダメですって言われたらすぐ次の女に行くんですけど <laughs> そのすごいですよね。あなたダメわかりました。じゃあ次の人いきます。はいじゃあ田中さんダメだったから高橋さん高橋さんあなたは綺麗た綺麗た行くんですけどなんか結構早くこう告白するんですね。早い日本人の今の日本人みたいに遅くない。うん、だから <laughs> これを早く言うんでしょうね。相手とあまり、えー、よく知らない 関係でも、もう言う、僕作るよと。で、それも、さっきも言った通り、女の人は、あの、あ、女の人というか、えっ、ー、と、二百年前の先輩は、あの、とても頑張ってます。え、料理ができる男の人は、人気がありました。はい。 あの人料理上手って聞いたよいいね結婚したらさ私たち何もしなくていいよねうか <laughs> 家事ができる男の人は人気があるこれは今も同じですね同じよはい、あ、日本人の女の人そういう人好きですよえやってくれるのえ料理上手だねう太くんすごい料理上手なんだね私より料理上手だよすごい本当ね それそれ。あじゃあ僕作るよね。そう。いいです。ポイントが高いです。はい。ですので、みんなね、<laughs> ごめん使えるかな。<laughs> ただこれこれねでもちょっと言っておきますこれ今これ言うと今の人にね皆さんが言うとえ,ー、えこれはええー、と私と一緒に夜の時間を過ごしたいってことですか。 私は今日帰ってはいけないってことですかってちょっと思っちゃう。えあなたちょっと何でそんなこと考えてるのまだ私たちそんな深い関係になるのは早いよまだだよやだーってちょっと嫌がられる可能性がありますのでこれはねちょっとねすぐには言ってはダメはい、今のみんなだったら関係が長いもう相手のことを結構知っててでもうーん。 好きとは言ってないけど、なんか話ししてて、えー、自分が料理ができますっていうのを会話で言うことはいいと思います。すごくポイントが高いです。はい。あえ、僕、あ、料理好きです。しますします。はい。もし結婚したら奥さんには毎朝朝ごはんを作ってあげようと思います。と言ったら女の人は、あすごい。 えジョンさんと結婚したら毎朝朝ごはん作ってもらえるかももしかしたら夕飯も作ってくれるか私何もしなくていいかな洗濯だけかなよしいいかな楽だななりますのでポイントが高いんですね料理できるってはいですのでちょっとこれは言い方をアレンジして変えてあの使うといいと思いますはいなんか料理できるっていうのはポイント高いうんでそしたらあの いろんな会話が始まるでしょ「えー、何の料理できるの?」とかね「え毎朝作るのすごいえ国にいる時も作ってたの?」とか「えあなたのお父さんもそうですか?」とか「そうです父も」とか「嘘でもいいから「あそうです父も」って言えば「あじゃあこの人本当に料理するな」っていう女の人はこう「うんうんよし大丈夫」って信じますからいいと思う、はい、ぜひ言ってください。こ私もこれは あの料理でききる男性大好きいいですいいです本当には。だって私たちが女の人が風邪をひいた時に病気の時に男の人がずっと「ねえお腹すいたなんか食べるもの何にもないんだけどなんかちょっと作れる?え」え <laughs> 私ま熱があるんだよ」うんじゃあ何か買ってくるねコンビニで」っ、ね、お前作れよ」って思いますから。 そう自分で何で作らないの勉強してよ料理そんなに難しくないよなりますので、はい、だからいいよ皆さんこれはおすすめです、はい、ちょっと使い方かん気をつけてくださいねあんまり知らない人に「朝ごはん作りますよ」はの危険ですねそうそうそう何考えてんのあんた怖いよって思われますかそうでしたはい先輩本当にありがとうございます はい、あ、<laughs> 200年前の先輩たちはいいですね素敵です本当にこうこれを恥ずかしくなく恥ずかしそうじゃなくて結構はっきり言うんですよかっこいいと思います、はあ、だからみんなもちょっと使ってみてください、はあ、これはですね別にみんな外国の皆さんだけじゃなくて 日本の男の人たちが使っても大丈夫なようにな言い方でトランスレートしました翻訳したから今日ねあれを使ってみてくださいあの5つどれか好きなやつはいおすすめですいいなそれ使ったら皆さん素敵なパートナーができるはずうまくいくかもはい そしたら彼女があっじゃあじゃあ私たち付き合おうか恋人になろうかと言ってくれるはずです。はい、ですので今日のをうまく使ってみてください。はい、おすすめでした。うんいいな、えー。そして2人でロマンチックなどこかいいところに出かけてね。 朝ごはんを作ってあげてください。皆さんが、はい、そうですよ。嘘はダメです。作るんです。はい。以上です。以上です。なんだ。以上ですね。そう。はい、皆さん最後まですごいですね。聞いてくれて嬉しい。そしてですね、もう今日長いなって。<laughs> あの、えー、最後にぜひ私のおすすめの YouTube ビデオがあります。ええー、みんなが多分まだ見てないですよ。 私のビデオありますよこれこれね見た方がいいですよ <laughs> 私が言うの変だけど <laughs> これすごいなんかなんだこれってよく分かんないと思うと思うんですがあの紙に何かを書くんですね日本人が。でそれをこうか葉っぱにつけてみんなに見せるっていうのがあります。でこれ実はあの自分の夢とか自分の叶えたいことを紙に書くんです。 で私はそれをですねあの写真に撮りましたごめんなさい勝手に撮ったそして YouTube にしたた <laughs>、まあ、多分いいでしょうん、自分ねみんなに見えるように書いてるからこうみんなの書いてることはねおかしいです面白かっただかそれを私はこれで、えー、笑いながら話してますのでよかったら見てみてください、はい、なかなか私はこれは面白かったですね はい、おすすめはい下にリンク書いておきます、はいえー、そしていやいやいやもっと真面目な話を聞きたい人は、えー、敬語のビデオありますよはい日本人は敬語いつから使うか子供の時は使わないです家族で使わないからでも中学生になったら使い始めます使わなければいけない新しい世界 本当にはいそれ中学生なんでどうしてというのこれ見れば分かりますはいこれもリンク下に書いておきますね見てみてくださいはいじゃあこれから、えー、1分間私でください行きますよえー、皆さんちょっと待っててえー、私の日本語コースのご紹介いきましょうはいスタート え私はですね、えー、ビデオレッスンをやっています。えー、読解特に、えー、とリーディング、えー、JLPT の読解のビデオを作っています。はいえー、JLPT に合格したい人はぜひ見てください。毎年これを見て、えー、たくさんの方が合格しています。おめでとうございます。N1 と N2 のビデオのレッスンがあります。はいえー、ぜひどうぞ見てください。えー、見る方法は下のオンラインレッスン。 え、下のじゃないオンラインレッスンというところです。えっ、ー、と下にリンクが書いてあります。そこからもうえっ、ー、と探してください。お願いします。えー、そして私は Zoom zoom を使ったレッスンもしてます。3つあります。ビジネス日本語会話の練習、プライベートレッスンです。はい、ビジネス日本語はえっ、ー、とビジネス電話をやったり、面接試験の練習をしたりしてます。はい、3月もやります。どうぞ来てください。とても面白いです。 はい、えビジネス電話はえ実は YouTube ビデオもあります2つ今ありますので、えー、どうぞおすすめ、まあ、これもじゃあリンク下に書いておきますどうぞ、えー、と会話の練習もできますはいこれは「ですます」使わない友達と話す恋人と話すどうやって話せばいい練習します、えー、ですが「ですます」使うのも練習しますはいどうぞ来てください楽しいです あとプライベートレッスン。これは何でも皆さん好きなこと私教えます。JLPT のリーディングでも会話でも EJU でも何でも OK。何でも教えます。どうぞ一緒に勉強しましょう。全部オンラインレッスンです。下のリンクを見てください。どうぞ。はい。あと Twitter。ああ、疲れた。Twitter はえと X です。えー、私リンク下に書いておきます。どうぞお願いします。はい、終わった。はい。 ということで皆さん、えー、素敵なパートナーを見つけてくださいはいえっ、ー、と私はあのパートナーは別にあの異性じゃなくてもいいと思いますよあの自分が男だから男の人じゃなくてもいいし自分が男だあ男だから女の人じゃなくても自分が男で相手が男でもいいと思う何でもいいですとにかく自分が好きな人を、えー、うまく自分の気持ちを伝えて、えー、カップルに ペアになれたらいいですね。皆さん頑張ってください。はいねそうそうきっと楽しいはい応援してます。じゃあ今日もありがとうございました。はいでは失礼します。